皆さんこんにちは、福島貴博です。先の選挙1年間の中で本当に寒い中、一番寒い中、皆さんのご支援とご協力をいただいて、見事当選をさせていただき、市会議員として、今活動させていただいております。今更ながらの、御礼のご挨拶になってしまったことを本当に申し訳なく思います。どうも皆さん本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。当選証書をいただいて、そして、新人研修等々ですね、議会の作法等ありまして、また会派を決めたりとか、いろいろバタバタしておりまして、なんとか三段月会を無事に乗り切ったわけでありますけども、私とのですね、パイプというでしょうか、新しい試みとして、地域のですね、あ、こんなことあったのかなとか、あ、こんな人いたのかなっていうようなところも取り入れながら、講演会だよりを、草加ゴーゴーペーパーという名前でお伝えをしていきたいというふうに考えています。選挙の時にですね、私55歳、そして選挙戦をみんなで前に進めていくゴーゴー、そしてこの地域を前に進めていくゴーゴー、こんな思いを込めて福高ゴーゴーという、キャッチコピーのもと皆さんと一緒に戦わせていただいた、その福高ゴーゴーをそのまま使わせていただいて、福高ゴーゴーペーパーとさせていただきます。活字にして伝えられることっていうのは限りがあります。そこで新たな取り組みとして、動画を活用して皆様方にいろいろな情報を発信したいと考えているのがこの福高ゴーゴーペーパーであります。 QR コードをつけてありますので、スマホを使って QR コードで、その動画内容をですね、より詳しくまた幅広く解説してますので、市政のことのみならず地域のこと、いろんなことをこの福高ゴーゴーペーパーで新しい議会代理の形としてお伝えができればというふうに思っております。今後とも、広報期待というか、よろしくお願いいたします。